どうも皆さんこんにちは、ポールです。昨夜織田信成さんが現役選手として復帰するというとんでもないニュースが飛び込んできました。この動画では織田信成さんの現役復帰について、また織田さんが出場を目指している国体とはどういう大会なのか、そして現役復帰を果たす織田さんの今後についてまとめましたので、ぜひ最後までご覧ください。では早速見ていきましょう。2010年バンクーバーオリンピックフィギュアスケート男子代表でプロスケーターの織田信成さんが1日自身の YouTube で現役復帰することを報告した。今後についてというタイトルでライブ配信。2023年1月青森八戸で開催される冬季国体青年男子の部への出場を目指すことなどを報告した。実は今後大会に出る予定でして、国体予選に出ますと報告。9月にスケート連盟にも復帰届を提出。11月中旬に国体の予選がスタートするため、あと2週間後なのでそれに向けて頑張りたいとした。ということで、実はこのライブ配信、僕も布団の中に入りながら音声だけ聞いてたんですけれども、いや驚きましたね。ここからは織田さんではなく織田選手ということで話を進めていきたいんですけれども、織田選手はソチオリンピックが行われた2013-14シーズンの全日本選手権を最後に現役を引退。そこから実に9シーズンぶりの現役復帰ということになります。現役復帰の理由なんですけれども、復帰を考えるようになったのは新型コロナウイルスで体力が落ち、アイスショーで納得の演技ができなかったからだという。織田氏はこのままじゃいけないと思った、状態を上げていかないとという風になって、トレーニングをするモチベーション、目的が欲しかったところで大会に出たいなと思ったと説明したと。今後もスケートをしていく、トレーニングを続けていく上で何かモチベーションになったり、試合に出場するという目標を設定することによって、今後より一層気合を入れて練習であったりトレーニングに励んでいきたいという思いから現役復帰を決断されたそうです。改めまして織田選手の経歴振り返っていきたいと思います。 ISU パーソナルベストスコア、ショートプログラムが 87.65、 フリースケーティング 175.64、 総合 262.98。 2008年全日本選手権優勝、2006年四大陸選手権優勝、バンクーバーオリンピック7位、世界選手権5度出場、グランプリファイナル5度出場、2005年世界ジュニア優勝と、ざっと羅列しただけでもとんでもない実績を持った選手でして、織田選手がシニアに上がった2005-2006シーズンですね、トリノオリンピックたった一つの出場枠を高橋大輔選手と争った時あたりから、長らく日本男子フィギュアスケートを牽引し続けてきました。またですね、 2013-14 シーズン1回目の現役引退をした後もアイスショーに出演されたり、ジャパンオープンに出場して自己ベスト更新や自身初の4回転2本成功といった、もう数々の伝説を残されたりと、いやまだ現役全然いけるんじゃないかっていう感じだったんですけれども、今回ある意味本当に多くのスケートファンが待ち望んでいた現役復帰を果たすということで、今後めちゃくちゃ楽しみですよね。先ほどお話しした通り、新型コロナ感染やコロナ前に膝の手術をしていたらしいんですけれども、現在はすでに4回転も取り戻してるらしくてですね、さらには以前試合で取り組んでいなかった別の種類の4回転、4回転ループなどにも取り組み始めているようです。繰り返しになりますが、すでに一度現役を引退されてます。でですね、今回織田選手が出場を目指している国体とはどういう大会なのかっていうことで、もはや説明するまでもないと思うんですけれども、一応簡単に説明しておくと、正式名称は国民体育大会と言いまして、国体という大枠があって、でその中にアイスホッケとかスピードスケートとかの、いろんな競技がある中のフィギュアスケートという1競技っていう位置づけです。カテゴリーとしては普段馴染みがあるシニア、ジュニア、ノービスという区分ではなく、青年、少年という分け方で、でそれぞれの男女別で合計4区分からなります。で各区分でですね、都道府県でそれぞれシングルの選手を2名エントリーする必要があります。1名だけで出場することはできませんというところが、普段とちょっと違う特殊なところになります。でですね、ショートとフリーの演技を行って、2人の個人成績の順位に応じた点数の合計で都道府県別の順位を決定するといった感じです。国内大会の位置づけとしましては、シニアに限った話だと全日本選手権がトップで、で次に国体もしくはインカレといった感じでしょうか。ですので出場メンバーが例年かなり豪華になってます。少なくとも国内のトップ選手がずらりとエントリーに並びますし、なんといってもこの大会無料で観戦できちゃうんですね。
今コロナですので、ここ数年は無観客試合で行ってるんですけれども、もしですね、なかなか全日本選手権の観戦は、まあ、お金もかかるし、そもそもチケットも取れないし、機会がなくてこれまで試合観戦一度もしたことないんだよねっていう人は、まあ、今後有観客での開催になったら、ぜひ一度国体に足を運んでみてはいかがでしょうか。個人的には結構おすすめな大会です。今回小田選手は2週間後の大阪で行われる予選に出場すると言われてましたけれども、おそらくこれは大阪府の代表を決める予選会になります。国体予選って2種類ありまして、1つが都道府県の出場メンバーを決める予選会というものと、もう1つが12月上旬に今年は滋賀県で行われます国体本戦に出場するための都道府県の出場枠を確保するための予選っていうのもあるんですよ。で、配信では2週間後11月中旬の大阪である予選会っていう風に言ってましたので、大阪代表を決める予選会に参加されるという話になってくると思います。ちなみに小田選手が出場する青年男子は昨年の国体で都道府県別6位という成績でシード枠に入ってますので、12月上旬の予選にはそもそも出場しなくて良いという風になってます。まあ、小ネタなんですけれども、そもそも男子の場合って人数がめちゃくちゃ少ないこともあって、12月開催の国体予選っていうのは、もうそもそも予選そのものが行われないケースっていうのが近年圧倒的に多いです。まあ、各都道府県で2名の選手を立てなきゃいけないっていうハードルが結構高いですからね。またですね、まあ、大阪のエントリー状況とか全然把握しないんですけれども、これまでの大阪府の主な代表候補としては、昨シーズンの世界選手権6位の友野一希選手や、2017年ジュニアグランプリファイナル3位に入って、で今シーズン限りで引退を表明している洲本美月選手なんかの非常に有力な選手がいてるんですけれども、大阪の代表メンバーを決める予選会の時点でもすでにかなり豪華な状況になってます。友野選手、洲本選手、その他大阪の代表候補の選手に加えて小田選手となってくると、まあ、かなり悩ましい話にはなると思うんですけど、大阪の代表メンバーが誰になっていくのか、こちらも注目していきたいところです。そして小田選手の今後というところで、まあ、個人的な見解含めての話になるんですけれども、今回復帰にあたって小田選手はスケート連盟に復帰届を提出したとお話しされていました。ただですね、まあ、今回まずは国体への出場を目指しているということなんですけれども、確か国体ってすごく特殊で、おそらく国体に出るだけですとスケート連盟に復帰届を出さなくても国体自体には参加できるはずなんですよね。なのにわざわざスケート連盟に復帰届を提出したということと、配信でもちらっと言ってたのが、復帰を思い立ったのが8月時点ということでして、タイミングと状態的には、まあ、今年の近畿ブロック無理かなみたいなことを言ってたので、まあ、逆にタイミングと状態が合えば今年近畿ブロックに出場してたのかみたいな。でそのままもし勝ち上がっていたら今シーズンの全日本選手権に出場するという話も可能性としてゼロではなかったのかなと。ですのでまずは今シーズンの国体を目指してという話なんですけれども、もし来シーズン以降も選手登録をしたままで、で競技を続けていく場合は、ひょっとしたら地方のブロック大会、おそらく小田選手ですと近畿ブロックに出場して、そのまま予選を戦っていって、で来シーズンの全日本選手権に出場するなんてこともあるかもしれないですね。本当に今後どのようになっていくのか全く皆目見当つかないんですけれども、何にせよまた一つ大きな楽しみが増えたということで、今後の小田選手の活躍を楽しみにしたいと思います。このチャンネルではフィギュアスケートに関する動画を投稿してます。フィギュアスケートが好きな方はぜひともチャンネル登録していただけると嬉しいです。ということで今回の動画は以上となります。ご視聴ありがとうございました。また別の動画でお会いしましょう。さよなら。